上流部浜田川は、千葉県を流れる二級河川。浜田川水系の本流である。千葉県奈良市の,市の船橋市との境界、みもみ六丁目付近の傾斜面湧水に源を発し、南へ流れる。源流付近は大部分が暗渠化されており、入り組んだ地形に住宅街が並んでいる。水質が良好なため海峡部には濃い塔が放流されている。 京成本線を通り過ぎた流域には、みもみ本郷公園が整備されており、江戸時代中期に建てられた、旧時北家住宅が2000年に移設、一般公開され、また春には植栽された桜が見どころになるなど、市民の憩いの場である。千葉県立みもみ高等学校を過ぎると地上に出て、沿道が設けられた、田園地帯を流れる。千葉市花見川区に入り、 京葉道路の元を通過すると支流と合流する。この支流の源流部は、奈良市,の市大久保付近に位置するが、大久保という地名はこの源流部の窪地に由来するという説がある。浜田川は、総武線、京成千葉線の手前で地下に入り、幕張町一丁目付近で地上に出る。その後は、千葉市美浜区になり、幕張新都心の西部を流れる。東関東自動車道。 国道357号や京葉線の下を流れ、幕張メッセ、千葉マリンスタジアムなどの施設を東へ臨み、東京湾に注ぐ。両岸には遊歩道が整備され、また、国道14号より、下流側 2.16km が二級河川に指定されている。国道14号と東関東道及び、国道357号の中間に、浜田川から東西に伸びる水路がある。 現在西側は、奈良市の市、堺までの約 1.2km、東側は幕張船ダメ跡公園までの約 0.6km で、校舎は、三浜区、花見川区堺でもある。これは、千葉県による東京湾岸埋め立て事業の際に、漁船の通り道ないし下水排出先として残されたもの。かつては、奈良市,の市内の菊田川まで接続していたが、 悪臭がひどかったことや南北分断解消目的で、周辺市民からは、水路埋め立ての上緑地化する要望が出ていたことから、奈良市の市内の一部は袖ヶ浦、東近隣公園として埋め立てられている。千葉市内も検討がなされてきたが、下水道整備等により、悪臭が改善されて、以降は、幕張西地区からの要望を受け、横断橋設置を目指す方針に変えている。なお東側は、 若葉緑道として沿道が整備されている。この浜田川横水路は、こういう水面のため国有であり、管理は千葉県が港湾管理者という形で行っている。それゆえ埋め立てが進まなかった経緯もあり、横断橋設置を進めるべく、これを千葉市の所管に移すことが課題になっている。かつては、奈良市の市内の急激な都市化振興に合わせ、水田を埋め立てて、宅地や、 施設領域を確保していた。そのため、洪水時に幕張地区流域の水田で農業用水路が氾濫し冠水する被害も出ていた。この時、千葉市からの要望もあり1976年に貯水量5359トンの調整地を設置した。その後1997年には千葉市域の下水道整備が住み調整地としての役割を終えたため、 1998年に造成を行い浸水公園化した。これが今の屋敷近隣公園である。一方、源流部は宅地化により地盤沈下が進み、特に奈良市の市みもみ及び船橋市山山付近では道路の冠水や床上浸水が雨ごとに発生した。にもかかわらず流域ではマンション建設計画が訴状に上がるのみで、 長期間降雨対策がなされていなかった。陳情の末ならしの市川より浜田川雨水幹線の下水道整備が進み、下流部は1992年度に完成。それに次いで上流部は1997年度に完成した。また市流域の奈良市の資本を置くぼ、屋敷地区でも屋敷1号雨水幹線として同時並行で整備が行われ、現在は水害が減少している。 ありがとうございます。